はい、どうも。おはようございます。早いです。おはようございます。おはようございます。なんか、朝早くないですか？早いです。眠いです。ホテル撮った？撮ってないです。撮った？撮ってないです。撮った？撮りましたよ。俺も撮ったよ。でもね、寝てない。何やってんすか？なんか寝れなかった。はい、すみません。今から、アニキャスト、しののめ、あ、これ、しののめって呼びますね。トウンじゃないよ。しののめめぐちゃんの魔法ができるまでを、我々エクシビーの方で。トークさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ初めにですね、皆さんの自己紹介をしません。50分しかないんでね、はい、マッハでいきますよ。で、会社紹介、はい、これもしません。ググってください。お願いします。はい、じゃあ本日のアジェンダですけど、まずですね、このアニキャストっていうのは何かっていう。最初にちょっとアンケートしたいんですけど、しののめめぐちゃんを知ってるよって方、はい、全員ですね。はい。はい。100%。 じゃあアニキャストっていうのを聞いたことあるみたいな。おお、ありがとうございます。なんかこれは 70% ぐらいかな。そうですね。でもまあ大体 100% ぐらい、うん、はい。で、アニキャストって何っていうのと、あと魂を込める話を、弊社の室橋が、はいはい、今回のディレクターの室橋で、次に、プレゼンスの話っていうのをカリノの方から、はい、エンジニアのカリノの方から、で、あとですね、音、オーディオ周りと、ちょっとロギングとかね、そういうちょっと泥臭い、縁の下の力持ちみたいなとこを、吉高の方が話してですね、最後ちょっとまとめで、こんな感じでいきます。はい。はい、じゃあ、アニキャストって何かっていうことですね。で、アニキャストっていうのは、さっきも皆さんほとんど手を挙げたので、お分かりの方も多いと思うんですが、コンセプトはですね、自宅で、一人で、配信とか、アニメ制作ですね、 PV 的なものとか MV、ゆくゆくはなんか映画みたいな、アニメとか、なんか日常もののアニメとか作りたいなと思ってやってます。でですね、特徴としてはですね、 VR バーチャルリアリティの技術を使って、今までにない次世代なアニメツールとして作っています。でですね、こんな感じで、はい、これご存知ですか皆さん、オキュラスタッチ、大掛かりな機材、例えば今までですと、モーションキャプチャー、バイコンとか、オプティトラックとか、MVN とか、あとニューロン多いと思うんですけど、特にバーチャル YouTuber やられてる方は、ニューロン、パーセプションニューロンが多いと思うんですけど、我々はこのオキュラスタッチだけで、とはヘッドセット、3点でやろうという、非常にですね、安い、5万円で買えるのと、あとは PC、おおむね30万ぐらいかな。はい。はい、あとはマイクとかあればできるので、はい、非常にイニシャルコストを下げて、ランニング月々のね、やっぱりコストかかりますから、一人でやればかなり下げられるということで、この VTuber とかを長くやっていただきたいと、そういうコンセプトです。でですね、今回の取り組みは我々エクシビ以外に、具現化さんがめぐちゃんのキャラクターを作られて、あとですね、ショールームさん、今いろいろな意味で話題のショールームさんと組んでですね、放送しております。はい。で、これがしののめめぐちゃんになります。で、歌って音ぶっこっていうもともとの企画で、CS レポーターズさん、新潟の会社の CS レポーターズさんが、具現化という、AR VR のブランドですね、立ち上げられて、その中から生まれた女の子です。で、あとショールームはどんな感じかというと、こんな、これ今朝の放送をさっき撮ってきたんですけど、はい、なんか知ってる人前にいるかもしれないですけど、はい、こんな感じでショールームというウェブ上でも動きますし、 iPhone ですとか Android でもつながる、動画配信プラットフォームですね。はい、特徴としては、リフティングという、いわゆるアイテムをですね、プレゼントできる、ここが新しくて面白いということですね。で、我々このリフティングを、3D のバーチャルギフティングとして対応してですね、スマホでこうリフト、めぐちゃんにギフトを送ると、本当に VR 空間、放送の世界に落ちてくるようなシステムを作りました。はい。で、あとこのめぐちゃんの放送なんですけど、月曜から金曜は朝、なんと朝7時半。これ、なかなかできないですよ。毎日朝7時半に生放送をするっていう VTuber、なかなか難しい。あと日曜日に、夕方7時からですね、19時からもやっております。よろしければ、よろしければっていうか、ほとんどの方がもうご覧になってるかもしれませんけど、はい、そんなんやってるんだっていう方はぜひご覧になってください。多分これアーカイブされるから、
多分 YouTube の方ありがとうみたいに言っておくといいですよね。はい、はい、見てね。はい、じゃあ僕の話は終わります。もう早速弊社室橋 VR ディレクターの室橋の方から魂を込める話ということでちょっと話してもらいます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、魂を込める話というところでまずはこちらの映像をご覧ください。これはやっぱ単純にUnity のそのファイナル IK というものを使ってキャラクターを動かしているものになります。魂ないじゃん。ああそうなんですよ。魂ない、これから話すんですそう、これは普通にやっちゃうとこのようになっちゃうんですけども、ここに魂を注入するとどうなるかと、はい、こういった形の絵はより生き生きとした表現が、魂入った感があるね。魂入れたんですよこれ魂入れたんです。どうやって入れるんでしょうか先生。そうです、はい、ここからその魂を入れるポイントを、主にすごいいろんな小技がいっぱい入ってるんですけども、特に大事なところを紹介したいと思います。魂を入れるポイント1、はい、目の表情2、リップシンク、大事、そして感情の流れですね。この3つが主にその表現を、キャラクターを生き生きとさせるためには必要なものになります。で、目の表情についてなんですけども、これ単純にその目を動かしただけのものだとこのような動きをしてしまいます、目しか動いてないですね。そうなんですよね。結構でも皆さんこれまでこのタイプが多い、はい、ここまでしかやってない人がすごく多くて、もったいないなとずっと思ってはいたんですけど、何がじゃあ違うのっていうところなんですけど、目だけで動くことはない。これすごく重要なことで、人類はね。そうですね、目っていうのは本来こう眼球を動かすたびにまぶたとかそういう周りの筋肉まで一緒に動いてるんですよね。これアニメキャラクターとかだとしても同じようにやっぱり動くんですよね。でそれをキャラクターに入れることで生き生きとした、目の表現が可能になります。実際にそれを入れたものはこのようなものになっていて、例えばその目をすげえ上に向けると少しまぶたが上がったりとか、目を下げるとまぶたが下がるっていう、これ辺を全部こう自動で、制御している、制御している感じですね。もちろんまぶた以外にも眉毛なんかも微妙に動いたりもしています。もう一回元の見れる、はい、これがビフォー、ちょっと待ってください、これビフォー固定ないことを言うなみたいな、はい、はい、これ、はい、止まってもう一回戻って、もう一回戻って、すみません、これか、すみません、ちょっと、はい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 、これがビフォー、これが、はい、前ですね、はい、目だけで動いている でこれを魂を入れると、はい、これをちゃんと動かすと劇的ビフォーアフターですね、はい、人っぽい動きがちゃんと入っている、すごい。さっきまでどうしても人形とかロボットとか、そういった無機質の表現するにはむしろあっちの方が大事ですね。アンドロイドみたいな、そうです、そうです、ロボット的なことにするのにこういう表現入れちゃうと、急に生々しくなるっていうのがあるんで、で今回そういった形で目の表現部分をこだわることでより感情が少し生まれてきます。そしてリップシンク、これ今回そのリップシンクというところに関しては、OVRオキラさんが出しているやつのリップシンクを使っています、OVR リップシンクというものなんですけども、はい、今これ OVR リップシンクをそのまま使ったものになります。もちろんこれはこれで全然いいんですけども、今回したかったのがそのリミテッド感、リミテッドリップシンクみたいな形のをやりたいなと思ってて、そのリミテッドって何かっていうと、アニメってこう1コマ2コマ3コマっていうの、大体3コマぐらいの口パクで形を作ってるんですけども、これを実際にさっきのリップシンク側に入れたいなというのを思って入れました。で実際これ弊社吉高の方に作ってもらったものなんですけども、これだけ見てもなんだか分かんないけど、この辺の詳しいやつは後ほど説明が入ります、はい、実際このカーブとかでその口パクの動きを制御してまして、さっきのアニメみたいな3パク123という口を、要はその口を開けるというまでいかに早く出すかというのはすごく大事で、これ標準の方のリップシンクなんですけど、それとどうしてもやっぱりこう、滑らかなんですね。人間っぽくはある。はい。もちろんこれは全然いいと思いますし、こういう表現がいい人はこれでやればいいと思うんですけど、アニメはやっぱ口パクがね、パクパクするってことですね。さっきみたいな3コマを。理想的になると。はい。というところで、
まあ、カーブ制御を入れて、うん、でこうなったと、はい、うん、要はアーといった瞬間に口をすぐ開くという、うん、アニメだと当たり前の表現を入れたってこと、ね、ね、はい、でこれ実際そのアーっていう発音瞬間すぐに口開いてて、でも実際これは止めてはいないんですよね。少しだけ微妙にさらに動いてるんですね。口を開いて微妙にさらに開けるということが入っていて、まあ、そうすることでその止めという印象はあまりなくしつつ、でもそのアニメっぽいその素早く表情を出すというのをやっています。同じようにも動きにもう一工夫入れてあって、実際動きもこのリミテッド的な感じのことがしたかったんで、フレーム落として、実際これはキャラクターの動きが12かな、キャラクター12、そう12フレームで動いている、あえて 12fps にしてあえてしています。ただでもこれ VR でやってるんで、そのやってる側も12にしちゃうと、うん、気持ち悪くなっちゃうんで、やってる側は 90fps、 その VR の快適なフレーム、うん、VR 空間上は90、はい、を維持しています。放送上を10にそうです、落としています。でさらに言うと、これ実は背景もフレームが変えてあって、うん、今白なんで分かんないんですけど、背景は 30fps って感じで、はい、やってますね。背景30のキャラクター12の12のみたいな、 VR90 でみたいな感じをやっていて、はい、大変面倒くさい制御です、はい、そうすることで言えば演者は快適に動くんですけども、うん、見てる側はそのアニメの撮影の処理の工程を進んでると、まあ、大体殺処理12とかだもんね、はい、そこをやってますね。ざっとここまでは技術の話です。そしてここからが感情の話、割と感覚的な部分というか、これを概念ですね。これをまあ意識してるだけでだいぶ感情を入れ方が変わってきます。感情には流れがあります。感情の輪というものがありまして、これがその感情の輪と言われているものなんですけど、まあ、感情って大きく分けると8パターンに分かれるらしいんですよね。でこのような形のそのグラフがあるんですけど、例えばその喜びというところの対になるのが悲しみになっていて、要はその反対の感情に行くには何かしらこう大きな反応が必要だったりします。なもんでそのフェイシャル顔の、あの演技を変える場合も単純に変えればいいわけじゃなくて、そういったなんかその、まあ、変わりやすい場所と何かしらアクションが起きないと変わらない場所っていうのが存在するので、それをちゃんと入れてあげることで、まあ、人っぽいその感情の流れが作れます。例えばその悲しいという表情に関しても、めぐちゃんは前はちょっとしたやっぱこうニュアンスの違いなんですけども、こういった表情の差分が生まれてますし、まあ、もっとこういろんな表情が入っています。これでも実際感情のそのバリエ、先ほどの8パターンでいうと実際3パターンぐらいしか入ってはいないんですけども、うん、まあ、それをさっき言った目の表情とかの演技が入ることで、要はすごい複雑なあの細かいニュアンスが入っているようになってきます。多分この感情グラフ、感情の輪のところのその喜びのその上3段ん、何ていうのこれ、平穏喜びとか、うん、その辺の部分がちょっと見えてくるのかなっていうふうに思いますね。1個の喜びの中に複数の感情が生まれてくると、うん、それで生き生きしている、そうですね、まあ、こういうことが入ることで、あの人っぽい感情が生まれてきます。で、まあ、最後にもちろんこの絵作りというのはやっぱり最終的にすごく大事で、また技術の話に戻ってきて、あ、そう戻します。最後の、まあ、絵の、まあ、人をいかに生き生きしても最後の絵が締まってないと、はい、ね、そうだよね、うん、ダサいんで、うん、これで、まあ、最終的に絵作りとしてポストプロセッシングを使っています。でこれがまあ標準のもうそのままの絵ですね。タワーすごいね。タワーすごいです。そう、タワーすごいです。これは何もしてない。ユニティの標準。そう、標準の状態ですね。でこれだとやっぱりちょっと赤がすごく強くて、なんかめぐちゃんが目立たないっていう。タワーのせいじゃない。まあタワーなんですけど。はい。というところで、まあ、カラーの調整します。で今回その使ったのはポストプロセッシングスタックの V2 を使ってまして、はい、新しい方を使ってます。まあ主にカラーグレーディングとそのブルームというところで雰囲気を作っていますね。まあ、そうすることでやっぱりこう、まあ、柔らかい表情雰囲気が出たりとか、実際その色も抑えてるんで、多分これ長時間見ていく上ではやっぱキャラクターをしっかり見せるというのがすごく大事になってます、ね、ソフトレンズが入ったみたいになる。そうです、そうです、あのアニメのディフュージョンという、うん、そういう処理がディフュージョン効果が入ってる、効果が入ったりしてますね、うん。まあ、詳しくはその去年ちょうどユニティでそのポストプロセッシングの話もしてるんで、そちらを見てもらえると今の多分話の部分が分かります。それはぜひググってください。ググってください。はい、ググってください。はい、というところでキャラクターの部分は終わりになります。で次はそのプレゼンスの話を狩野の方からやってもらいます。
ここからは、アニキャストでメインプログラマーを務めていますカリノが、プレゼンスの話ということをさせていただきます。プレゼンスって何だっけ。プレゼンスって何でしたっけ。僕説明しますよ。じゃあお願いします。プレゼンス得意だからね、はい、プレゼンスっていうのはなんか日本語だと実在感みたいな、ニュアンスだとそこにある感みたいな、いる感、まるでいるような感じですね。で、プレゼンスを高めると本当にそこに存在しているように、脳が錯覚するというか、なんかそこがプレゼンスが剥がれてしまうと、例えばあこれ CG じゃんとか、あなんだこれ作り物なんだよねみたいな、ある種魔法が解けてしまうので、魔法解けさせないテクニックですね。はい、ですね。今からお話しするのが、はい、はい。でですね、アニキャストで結構気をつけていることっていうのは、現実ではありえない動きはさせないっていうことはすごく気をつけています。特に腕が体にめり込んでしまうっていうような、骨折するような動きとか、あと体がピタッて止まることって基本的にないんですよ。すごく柔らかい人間なので、皆さんはなので、人類はとても柔らかいものであると、いうので、そこら辺も機械的なというよりは筋肉的な動きっていうものを結構気にしています。で、関節の可動域にも結構制限があるんで、そういう不自然な姿勢はさせないっていうところも、気をつけております。で、貫通させないっていうところなんですけど、割とファイナル IK 使ってると、その胸と腕っていうものが貫通しやすいんですよね。腕振ったりとかするとなんか変にねじれるとかめり込むっていうことがあるんですけど、今回そこはプレゼンスが崩れやすいっていうところでとても気をつけています。そもそもこのタッチだけ使ってるんで、めちゃくちゃな動きが本当はできちゃう、ね、そうなんですよ。肘が全く制御できないんで、手だけでなんとかしなきゃいけない、もうそこはもうプログラムでなんとかそれを制御したっていう、はい。で、もうさっき話しちゃったんですけど、肘の位置っていうのもプログラムで制御していて、変な動きをさせないっていうのはしてますね。で、カチッと止めず緩やかにっていうのも書いてあるんですけど、結構そのコリジョン、当たり判定っていうものがあると、ピタッピタって止まっちゃうんですね、ここら辺とか。カッて止まっちゃうね。はい、それがちょっと不自然なんで、割とこう分からないニュアンス的な感じでこう減速させる、ゆっくり弱めるみたいなのをやってますね。はい。で、次に硬さをなくすっていうところなんですけど、基本的に人の体ってしなるんですよね。で、重力加速度とかも意識しながら、手の動き、こういうグーパーグーパーとか、こうやっぱり動くんですよ。動きというか、その引っ張られるというか、感性が働く感じ。はい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 。そういうところも結構気をつけながら、メグちゃんでは表現していますと。大事ですよ。大事ですね。大事です。特に 3D やってるとすごい手がパーってこれで動いてる人がいっぱいいるんで、こういう感じの。それがこういった表現を少し入れるだけでもだいぶ人っぽい。要素になってきます。実際これ手を動かすときにこう制御でこう曲げたりしてるんだよね。そうです、そうです、実際にだからガチョンシステムでは演者側は特にやんなくても自動的にアシストしてあげるっていうのが入ってます、バレーみたいなのでもある種はアシストしてるから、はい、このまま動かしたとこう硬い動きになるのを距離に応じてこうちょっと変化させてると。だから演者の人は全然意識しなくて、意識しなくていいんで、ストレスはないって感じです、ね。セミオートマ、はい、ですで、次に、変な動きを抑えるということで、違和感のある動きっていうものを結構、最初に説明させていただいたんですけれども ありまして、特に IK だと肘が厄介なんですね。すぐグワン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 動いちゃって気持ち悪くなるんですよ。それはもう全身のモーションキャプチャーだったら基本的には起きないんですけど、どうしても IK 制御でなるとおかしくなってしまうので、そこは割と抑えてあります。割と手を動かしたりっていうのは重要で、その手首を基準に物事を考えると、大体この位置に肘来るだろうっていうのは予想がつくんで、その範囲で動けばいいでしょっていうようなプログラムの制御を内部でしております。なんだ、回転にある種コンストレイントというか制約とか条件があるという、はい。遊び作ってもらったんですよ。遊び、そう、僕は俺肘が気に入らないって言ったんでなんかここなんですかね、こう動かすのに肘がすごくぶれて、何これ人っぽくない、じゃあ室橋ディレクターが気に入らないの一言で生まれた制御、ね、はい、気に入らないって言って直してもらって、はい、そしたらなんかいい感じに でもすごい良くなった、そうですね、はい、それすごい大事です、はい。そしてですね、次に、プレゼンスを高めていくにあたって、いろいろと試してボツにしたネタっていうのも
いくつかご紹介させていただきます。失敗を、ね、皆さんに還元するみたいな。そうですね、まあ、これやってもあんまうまくいかないよっていうのはちょっと共有したいな。もしくは解決できるかもしれない。そうですね、はい、その知見のシェアですね。はい、音声による感情の変化っていうものを最初試しました、うん、まあ、大きい声出したらびっくりするとかあるじゃないですか、うん、わーって言って目がちょっと大きくなったりっていうのをいろいろやってみた、うん、でも結果的にこれは不採用になったんです。というのも、まあ、状況に応じて感情が異なると、うん、大きい声を出しているのが嬉しいから大きい声出しているのか、うん、悲しいから大きい声出しているのか、うん、嫌だからっていうの大きい声出しているのかっていうのが全くわからないと、まあ、それはもう割と演じる側で最初からこういう感情で驚いてますっていうような前段階が必要なんですね、まあ、それは基本的に無理です。でも機械学習してニューラルネットワークでやろうよできたらいいですねはい、はい、で声量の数値も結構安定しないので本当に驚いてるから大きい声出してるのかっていうのを全くプログラム上では判定ができないと、まあ、うん、先ほど近藤の方からニューラルネットワークでなんとかならんかっていう話はあったんですけど、うん、まあ、今はやってないです。はい、カミングスーン、カミングスーンはい、で次に、目線のスティック制御っていうのもやってました。ここに、ね、スティックありますね、はい、右スティックで、目を動かしながら感情も変えつつ、なんかいろんなその目線の表現ができたらいいなっていうのも、ね、これで眼球を最初動くようにしてた、はい、してました、うん、流し目とかいろいろできたらいいよねっていうのもやったんですけれども、うん、ね、はい、これも不採用です本当表情を意識しながら目線を操作するっていうのはやっぱタイムラグがありますね、うん、慣れるまでに時間がかかると。でどうしてもその手軽に使って、うん、コンセプトから外れちゃうよ、配信するっていうコンセプトから外れてしまうので、まあ、やらないようにしましたと、まあ、あと意図しない目配りとかってやっぱり違和感になっちゃうんですよね。こういう表情してて本当は右向きたいんだけど左向いちゃったってなると、もうその途端におかしい動きになるじゃないですか、うん、気持ちはこっち向いてるのに目だけ変な方向向いてるっていうのだけでもプレゼンスは剥がれてしまうので、もうここはなし、はい、ということになっております。本来人はね意識しないですから、目線は無意識ですからね。意識なのも意識しながらさ、なんか 目動かそうとか思わないよね右に4ドット動かそうみたいな、そうはい、やばいよねそんな人間、はいはい、というわけで僕からは以上になります、はいはい、ここでなんかスライドをなぜか俺がここに入れてしまったんですけどすいません、具現化さんでは VTuber アニメ系 XR スタッフを募集してるそうです。急にですよ、はいすでに 3DCG スキルをお持ちの方、またはイラストレーターさんでこれから 3DCG を学びたい方、新潟スタジオまたはフィリピンマニラスタジオで遠いな、フィリピンから来てる方いないですね、はい、一緒に未来を具現化しましょうということで、お問い合わせは具現化さんのウェブサイトまたは、三上さんのメアドにお願いします。はいなんで俺ここに入れたんですか寝てないからですよ CM っぽいよ、ね、寝てないからですよ、はい、じゃあ続きまして、はい、音の話をオーディオエンジニアの弊社吉高から、はい、はい、オーディオプログラマーの吉高と申します。ではここからは音の話ということで進めていきます。でまずめぐちゃんが使っている機材ですね、うん、音関係の機材はこんなのを使ってます、はい、最初はねオキラスリフトのマイクで試してたんですよ。です、ね、内蔵マイクがついてるのでマイクだと、うん、内蔵マイクだとちょっと満足いかなかった。意外とあれ結構すごいんだけどね。そうですね、うん、ノイズキャンセルとかその辺の技術はすごいんですけど、うん、音声収録して声を出すっていうのにはちょっと向いてなかったかな。そうですね、快適に放送するっていうのではちょっと難ありということ で、ね、まあ、我々かなり工夫してこの辺はいろいろちょっと機材も選定して、まずはコンセプトとしては一人でもできるっていうのは大前提です、うんうん、でそれプラスオキラスリフトと併用できる音の機材っていうのが必要です、うん、でこれ首とか回すんでこういうダイナミックマイクとかだとダメなんですね。そう、定位がずれていってしまうのね。こう変なとこ向いて全然聞こえないみたいな、そうそうそう、全然聞こえないってなっちゃうんで、うん、じゃあ何がいいかっていうと、こういうヘッドボーンマイク、頭の方にこう首ヘッドセット型、ヘッドセット型ですね、うん、こう首の方に巻いて手前に持ってくるようなマイクにしました、はい、でそれにすると何が良かったかというと、うん、タッチの操作音が入らないということを気づいたんですね。これがね、指向性があるから、ね、指向性のあるダイナミックマイクを使ったんで、うん、タッチの操作音が入らない。これカチカチ放送中に言ってたらなんだこれみたいな感じでプレゼンス崩れるんで、そうですね、はい、
これが良かったなって感じですね。うん、で、シュアの WH20 というやつですね。はい、もうね、いくら使ったか分かんない。そうですね。まあでもまだ6種類ぐらい試したよ。そうですね。まだまだこれだけでも、うん、他にもいろんないい機材があるみたいなので、まだ調べている途中です。はい、で、それからこのマイクの入力を入れるためにヤマハの AG03 を使ってます。まあ普通に配信者の方だったりとかだったらよく使っている機材なので、まあ使いやすいと思って。一人でもできるようにこの機材を選んでます。次で、その AG03 でコンプレッサーというものとイコライザーというものをエフェクトとして入れています。でコンプレッサーというのは小さい声っていうのと大きい声っていうのと音量を揃えてあげることで聞きやすくするための効果なんですね。でこれを入れてあげることで長時間の配信でも疲れないようになるというのがメリットです。でさらにイコライザーをつけてあげることでその低音を切って結構ボン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 みたいな感じの、うん、ノイズを取ってあったりとか不快な音を、ね、極力切って低周波をカットしている。そうですね、低周波をカットしてやって不快な音ハイパスフィルターみたいな。そうですね。でそういうその長時間の配信でも視聴者の方が疲れないような、うん、配信の気遣いっていうのをしています。そうですね、特に生放送だと、まあ、1時間とかね。そうですね、長いと2時間ぐらい、まあ、ラジオに近いの で, ラジオです、ね、この辺を丁寧にやらないと結構、まあ、ストレスというか。そうです、ね、うん、でこのコンプレッサーとイコライザーの設定って結構難しいんで、でもめぐちゃん一人でやるから設定を楽にしたいっていうので、うん、H03 の付属のコンプレッサーとイコライザー使ってます。プリセットがあるんで、うん、女性のボーカル用のみたいなのがで終わりみたい な, 終わりみたいな、うん、ボタン押すだけでワンプッシュでできるので、うん、これが楽だったなって感じですね。でじゃあ皆さんお待ちかね、お待ちかねだったんだ、リップシンクの話です。室橋からあった通り、基本は覚えあるリップシンクを使ってます。基本はです。で一応オーブやリップシングの基本をおさらいしておきますと、まあ、ここからちょっとブラックセッションな感じですか、ね、はい、今からブラックセッションです。本当はこれグリーンセッションだと。本当はグリーンセッションなんですけどね、はい、ちょっと一瞬ブラックになります、はい、一瞬ブラックに。でオーブやリップシングっていうのは音素っていうものを出力してくれます。マイク入力を入れるとこの今アイウェオの、どの声を出しているかっていうのの音素を返してくれます。音素は AEO と子音のとそれぞれになります。で出てくるのは音素のバランスですね、ウェイトが出てきます。アが70で、エが20で、オが0みたいな、アの割合がでかいよみたいな感じで出てきてくれます。でこのまんまでもまあいい感じにはなるんですけど、もうちょっとアニメっぽい表現をしたいっていうふうに室橋から猛烈なアピールがありましたので、はい、しました、アピールしました。アピールした。まあ自分もアニメっぽい表現がいいなと思っていろいろやりました。うん、でオーバーリップシンクめちゃくちゃ改造してあります。まずはフレームレートを減少させました。12Hz まで、12fps まで減少させてあります。で2つ目の最大ウェイトの音素のみというやつなんですけど、さっきみたいにアーとイとウが、うん、70、20、0みたいな感じだとそのアーとエが混ざってよくわからない感じの口の形になるんですね。それよりはじゃあこの最大の音素であるアーだけを残してやる方がちょっとアニメっぽい表現になるっていうのが気づきました。なので最大ウェイトの音素のみというものを使ってます。でその諸橋が言ってた切り替わりにこのアニメーションカーブの、つけるっていうやつなんですけど、エレメント0から4まで IEO のカーブを書いてます。でこのアからイに変わるときにイになるときにちょっとずつ口を開けていくんじゃなくって急激に上げていってでそれからそのまま維持するみたいな。でこれって結構アニメの中割りに近いような表現になっていて、でそれが生き生きしてる感じにつながってるのかなと思ってます。うん、で上の3つだけでも割とアニメっぽい表現にはなるんですけど、うん、これだけだと、魂が入んないんですね。入らなかったですね。で、うん、それでやったのがレーテンシー対策です。レーテンシーっていうのは遅延のことですね。音声が入ってから口が開くまでの遅延が結構あるんですね。結局喋った後音を一回バッファリングして それを解析して反映するので、どうしても遅延が発生する、ずれが発生しちゃうと、うん、まあなんか200ミリセックとかだったら気づかないみたいな話もあるんですけど、うん、まあ結構気になりました。でいやまあ、さっきみたいにタイミングがやっぱり命ですね。うん、で音声を送らせていって絵と合わせていくと、うん、もうずっと実験したんですけど、そうですね、僕がこうずっと喋って、そうですね、でどうとか言ってずれてますみたいな。
音声ズレを調整していったらやっぱ魂が入る瞬間があったんですね。これちなみに全然ユニティ関係ない。全然ユニティ関係ないです。OBS だよ。 OBS です。OBS 東京。OBS 東京、今回は OBS を使って同期オフセットというところに400ms、これ皆さん結構知らないと思うんですけど、なんかプロパティで出てる、プロパティであの標準機能であるんで、マイクのプロパティを押すとピョンって出てくるよね、これ。そうなんですよ、皆さん普通にあの使えると思うんで、うん、これやると魂が入ります、うん、これ要はあれですよね、音をずらす。そうです、音をずらす。バファリングする分遅延するならその分ずらしてあげればいいじゃないみたいな、こうマリーアントワネット的な、はい、ずらしてずらしたわけですよ、うん、で、まあ、400ミリっていうと結構あるんですね。 0.4 だもんね。最初400ミリ遅らせないとダメで、うん、こうするとあの手の動きと合わなくなってくるんですね。 0.4 秒ですからね。 0.4 秒ですから、こうって言った瞬間にこうじゃなくこうこうみたいな感じになっちゃうんで、やっぱおかしいなって、やっぱおかしい、うん、で150ミリセカンド早くしました。あのいろいろ工夫しました。いろいろっていうか、まあ、一つだけなんですけど、はい、で結局最後には同期オフセットは250までいったね。今250までいってます。だからもともと400以上あったのを250まで、まあ、250だったら動きともまあまあ合うかなみたいな。ほぼ気づかない。ほぼ気づかないんですね、うん、で何やったかっていうと、あの完全ブラックセッションなんですけど、OVR リップシンクの SS 軽減にはあの最初 OVR リップシンクってマイク音声をオーディオソースへ一旦ループバックしてからのオーディオフィルターリードという関数で取得してくるんですね。で結構パスが遠いと、うん、それよりはマイクロフォンドットスタートが返すオーディオクリップからそのまんま直接ゲットデータしてくる方が早い。ゲットデータが早かったという。早いです、うん、でこの辺の、詳しい話はキータに書きました、うん、あのユニティでのマイクロ録音三種盛り0.4キャップ記事に書いたんで、はい、しかも個人ブログにね。そうなんですよ。皆さん読んでください、はい、で、これでこのブログで紹介しているのがあのこのどれだけやっぱ早くなったかっていうのですね、うん、でわさぴっていうのが Windows の、 あのすごく一番下の部分の低レイヤーの部分で一番低レイテンシーです。でそこを基準にしました。あの一応 WASAPI でも遅延はあるんですけど、そこを一応基準にしました。 Windows オーディオなんたら Windows オーディオなんたら API ですね。で0ミリセカンド基準にして、はい、であのオーディオクリップ .get データ今回使った手法ですね。でこれをやると約40ミリセックでした、うん、でさらにあの一番デフォルト の、うん、あのオーディオフィルターリードという関数だとコールバックだから遅いんじゃない、めちゃくちゃ遅いですね。イベントドリブンみたいな、で約60ミリセカンドから200ミリセカンドっていうこの、うん、あのちょっと幅があるっていう、うん、あのなんか変な挙動になってたんですね。でそれをゲットデータにすると40ミリセックで結構気にならないようになりました。あ、まあ、差分がだいたい160とか150なんで、まあ、ちょうどいいかな、ちょうど合ってるかなっていう感じですね。で、まあ、何をしてるかっていうと、あのそのブログのところにあのこういうコードが書いてあるんで、あの録音括弧バファみたいな、でこの録音のところを OVRLipSync.processFrame っていう関数があるんで、そこにマイアップデート書き込むということをしてます。ポーリングに変えたってことで、ね、ポーリングに変えましたね。イベントで来てたの、コールバックで来てたのを、そうですね、コールバックに来てたのをポーリングしました。でこれなんですけど、あのちょっとコードで言っても分かんないと思うんで、うん、絶対無理って皆さん分かりますかみたいな。絶対無理だよ、絶対無理なんでポカーンとされてると思うんで、はい、まあね、GitHub 公開しました。おー、アニリップシンク MIT ライセンスです、使ってください、ぜひ使ってください。あの、はい、そのまんま置いてあります。そのまま置いてある。なんかオキラスに言っとかなくていいの？あ、オキラスはあのオキラスの部分入ってないんですよ。あ、そうなんだ。なのであのオキラスの部分は別途入れていただいて、アニリップシンクリップシンクの .cs のところだけを入れてあるんで、そこはあのその部分だけは MIT です。あの別の OVR リップシンクの部分はオキラス社のライセンスに従ってください。OVR リップシンクを入れて、ね、これを入れると、まあ、アニメっぽい。アニメっぽい。しかも遅延があんまない。しかも遅延がない。まあ、あのカーブのところはご自分で調整していただく必要があるんで、そこは多分あの、うん、まんまにはならないと思いますけど、うん、頑張ってみてください。口パクがね、合うようになる。そうなんですよ。ここで、で皆さんでやっぱりあのいい口パクを作らないと今後あのなんか魂が抜けてる動画ばっかりになると思うんで、それはなんか良くないなと思って魂ね、なんか見ててちょっとあ魂抜けてると思っちゃうもんね。そう、魂抜けてるんで、うん、やっぱ魂を合うリップシンクにしましょう。あの 400ms ちょっとでかいんで250になるっていうのがこのスクリプトです、うん、プラスあのアニメっぽいリップシンク の、 あの12フレームを落とすとかそういうのも全部入ってるんで、皆さんで使ってください。いいリップシンクを、いいリップシンクを、いい魂をやってください。急にブラック感が半端ないですね。はい、で、あと最後ですね、あのこんなこともやりましたっていう感じです。音とは関係ないんですけど、うん、ログの収集もしてます。で、はい、Google クラウドプラットフォームっていうあのクラウドのところですね。これなんで作ったかっていうと、まあ、結構あの、まあ、メグちゃん家でやってるんで、そうですね、分かんないんですよね、状態が。分かんない。だからフレームレート落ちてるのかとか、CPU 負荷、GPU 負荷がプロファイリングできなくて、で
高取ってね、家に遊びに行くわけじゃない、行くわけない7時半に遊びに行くみたいな、ね、女子中学生だったらね、めぐちゃんの家に、うん、そう朝7時半に行くのはちょっとっていう、うん、みんなで押しかけるみたいな、うん、それはちょっと、ね、スタッフ派遣するの無理だから、それでクラウド上に、あ、僕がなんか全部ログ取ろうよみたいな言って、ね、無茶振りをして、でリアルタイムで撮ってるんですよね。リアルタイムで撮って、うん、リアルタイムで見れます。なので1秒ぐらいで更新されます。そうそうそう、1秒ぐらいで、でスマホとかでね、見えるスマホとかで見れます、うん、あの今あのこれブラウザのスクリーンショットですね、うん、でそれで測ってるのがフレームレートだったり、うん、PC 全体の CPU 使用率とか、うん、アニキャストの CPU 使用率、うん、メモリ使用率、コメントやギフト、コメントとギフトの負荷とかをね、どれくらいコメントがブワーっていった、うん、来た時にあの CPU 使用率がこんだけ上がって、うん、フレームレートがこんだけ落ちたみたいな、はい、それは常にリアルタイムでモニタリングして、そうですね、なんか起きるとみんな飛び起きる、飛び起きる、はあ、ああ全部になったみたいな、やべえっつはい、で、まあこの他にもあのドライブ上にあのデバッグログですね、うん、ユニティ放送が終わった時にね、終わった時に丸ごと送ってますね、あのデバッグログ、うん、デバッグログワーニング、ログエラーみたいなのを出してます、うん、でエラーログ発生した時はスラックにてめえら起きろっつって、そうだからなんだろう、なんかなんだろう、フェータル、フェータルですね、フェータルレベルが来るとスラックのあのエラーログチャンネルにバーンって届くんでみんな飛び起きるっていう、うん、はい、イベントドリブル、まあ、でも今まで起きてないないよねですね、うん、一応あの開発中にこういうログみたいなのが出るんですけど、ね、うん、そんな出てこないですね、ほぼ落ちないですよね、うん、まあ、逆にその今起きてない、何も起きてないなっていう安心感にもつながるんで、こういうのはすごい大事です、ね、うん、そうね、で問題起きても全部ログがロギングめちゃくちゃしてるんで、ね、うん、そこから分析できます。なんで何が起きてるかすぐ分かるし、うん、配信のにらめっこしなくて済むんですね。そのそうそう、まあ、めっちゃにらめっこしてるんですけどめっちゃ見てますけどね、楽しくて寝てるよ俺は。あ、そうですかめっちゃ楽しくて見てるんですけど、あ、それはいいことだ、ええ、はい、なんでその、はい、まあ、今後アニキャストを使う方が増えていくと、うん、あの本当にいくつも見てモニタリングしないといけないみたいなのは絶対無理なんで、だ、ね、うん、だから10キャラ同時に見といてとか無理、そう絶対無理なんで、うん、迅速に不具合対応するためにも、まあ、配信者増加に対してスケーラブルになるためにも、うん、こういうのは必要なのかなと思って作りました。はい、はい、まあ、これもユニティのログを上げてるイメージですね。そうですね、ユニティのログをネイティブプラグインでバーッと上げて、うん、いろいろ解析、上で解析して、はい、まあ、これ作るのが正直簡単なので、そんなに難しくないですね、はい、もしあの VTuber この中でね、こういう運営されてる、特に生配信されてる方はこの辺のロギングを入れると、そうですね、まあ、問題あった時にやっぱ解析できる、そうですね、まあ、そこからの安心感っていうのもあると思いますね。はい、はい、じゃあ、もうスライドが今後の予定に入ります。はい、はい、あ、でもいいペースだね、あと12分、うん、いいじゃないですか、うん、はい、じゃああの今あの3人こう話してもらったんですけど、まあ、我々アニキャストで今後どうしていこうかっていうのをちょっと、まあ、ご紹介していこうかなと。はい、はい、じゃあ諸橋の方から。そうですね、今これまあ本当いっぱいやりたいことはいっぱいあるんですけども、まずはこうやっていきたいなというところがこの4つ写真撮っとこうか、5つですかね。まず1つ、まあ、全身で動けるようにすると、まあ、今上半身だけですけど、うん、まあ、これタッチだけで歩かせれるの。そうですね、今はね、なりました。お、はい、できるようになったんで、ファイナル VR アーケード、はい、すごくそれで、まあ、ある程度その上は人の、まだ1、2歩みたいな範囲は動けるようになりましたんで、まあ、まずこれを全身で動けるようにしたいなというのが一つありました、うん、そしてもう一つはアニメアシスト機能っていうのは、まあ、これやっぱり VR でまあアニメ制作をまあやっていきたいなというのがあったので、そのアシスト部分、例えばそのアニメのパースとか、まあ、緩急とかそういったのをまあ自動的にできるようにしたいなと思ってます、うん、でその次がアニメーション録画&セルフ撮影、まあ、今では本当に生放送で1回で動いてるだけなんですけども、そうじゃなくてピコーンそれにピコーンって入ってるの、それ以外にも要はアニメーションをまあ動いてそれをまあキャプチャーして、でもその後もう一回自分でじゃあカメラマンとして撮るとか、まあ、そういったことをやっていきたいなと思ってます。実際これもうほぼできてはいたんですよね、できているんですよね、うん、まあ、できてますよ、エディター上では動いてて、うん、まあ、あとはアランタイムでも動きます。あ、動くんです、動きます、そうです、なんかいろいろ真実が発覚する。じゃあほぼできました、あとはじゃあ UI 整えていい感じですね、じゃあこれは近いうちに実装されるはずですね、うん、これできてくればもうアニメーション作りが一人でもできるようになってくるかなと思いますね。でその次は好きな 3D オブジェクトを持ち込めると、今 2D の画像は、うん、持ち込めるようになってるんですけども、 そうですね、まあ、それ以外にもそれちょっとあのタクワンマン見てもらおうよ、お、ああ 2D を読み込んだやつですね、あ、ちょっとごめんこれ
これは実際にSNS で、ツイッターでファンの方にね、もらって、マウスカーソルが。これか。はい。怒ってる。怖い。絶対強いよ。はい、戻ったよ。いつもの目がね。ファンの人が送ってもらった画像を、まあ、これは実際に VR 空間内に。名古屋に住むチャム。ありがとうございます。すごい、こうやってさ、9歳。ウコギリかな、うん、金棒かな。武器これの発展系で、今後。これは強敵が4匹も、ね、4匹、4人置いて、グアンマンは倒せるのでしょうか。これでは始まります。帰ってくれたチャムちゃん、青島。ファンが、こう、もちろん上げてあげるのもあるし。ありがとうございます。今から物語が始まる。はい、はい。で、こっちもスライドを。ステージとかも。あ、まとまりにいっちゃった。はい。はい、どうぞ。はい、ステージとかも。ステージとかね。入れるようになれれば、要はその、まあ、ミュージックビデオとか、メグちゃんの、なんか個人で MV 作ってるんですよ。今作ってましたね。うん、あれは本当びっくりしました。なんか4時間とかで作ってて。で、僕らも聞いてなくて。そう、聞いてなくて。突然メランコリックとか上がってて。おー、すげえ、何これ。なんだこれとか言って。ビビってたね。いや、本当びっくりしましたよ、うん。そんな機能入れてないですけど。そう、どうやってやったんだろう、村橋君みたいなこと言ってて。え、なんだよ。で、なんか最近、なんだっけ、扇風機が欲しいって言ってて。言ってましたね、風が。だからなんかエアコンつければいいじゃんって俺言っちゃったんで、言っちゃったんです。その部屋が暑いのかなとか思って、そしたら VR 空間でなんか MV 作るのに、そう、ね、わーって TM レボリューションみたいな欲しいよって言われて、多分したいんだと思うんですけどね、うん、だから物理で風を起こす、そうですね、それも、うん、ね、読み込めれば、ね、多分渡せるかもしれない、ね、うん、扇風機持ち込みたいよ、持ち込みたいですね。そして最後に最後にリップシンクの遅延が今250ミリセックあるので、ね、BGM に合わせて歌えないという問題があるんですよ。前なんか歌ってもらうときにちょっとずれちゃってて、あれメグちゃんのせいじゃなくて、ごめんなさい、自分のせいです。メグちゃんは本当は歌うまいし、声をずらしてるから、声ずらしてるから、250ミリずらした音はそのままいっちゃってて、そのままいっちゃってて、でこれいろいろやろうとするとかなり複雑なんで、うん、じゃあもうあと250ミリ短くしようという、うん、短くしようという、それが一番いいです、ところが目標です。やりましょう。はい。はい、というのは、まずキンキンの部分ではやっていきたいなと思っているところですね、うん、はい、まあ、最後じゃあまとめっていうか、なんか僕からのお願いみたいなのがあって、はい、こう見ていただくと、めぐちゃん見ていただくと分かるんですけど、なんかもう本当生きてるみたいになっちゃうと思うんですよね、 VTuber とかキャラクターが、まあ、なのでこれからこう、まあ、このセッション来てる方は多分もう、例えばバーチャル YouTuber 作られてるか、これから作りたい方が多いと思うんですけど、もしくは単純にめぐるまその3択だと思うんですけど、これからやりたい方はキャラクターを生み出す以上、大事にキャラクターをね、長く運用って言っちゃいけないか、キャラクターを生み出した責任みたいなのが僕は発生すると思うので、はい、まあ、それ長くちょっとやれるようにしてほしいなと思っています。まあ、その意味で例えばこういうモーションキャプチャーを使わずにタッチでやることで低コストにもできますし、うん、まあ、ランニングコストも減らせるっていうのが今回の趣旨ですね。はい、はい、じゃあ最後に質疑応答しますか。しましょうかね、はい、で皆さんなんか今回あれって思いませんか。キズナアイちゃんとか思うシロちゃんとか思いませんか。出演者の中に、ね、パンフレットの中にいて、あれみたいな、録画じゃんみたいな、僕は思いましたよ僕は思いました。はい、でですね、ズームって知ってます。ズームっていうね、あ、ズームってアプリ、ビデオ会議、あ、少ないですね。でズームで今めぐちゃん学校にいるんですけど、つなぎました。はい、ちょっとメッセージ送って召喚しますね。ズームメグです、だから。はい、ちょっとメッセンジャーで、はい、つながるかな。ポーンって言ったんで、はーいって今来たんで来るんじゃないですか。よいしょ、じゃあズームを、あ、おー、じゃあ映ってますか。はい、わー、皆さん、はい、皆さん、お疲れ様です。おつめぐ、はい、はい、今学校ですか。学校ですよすいません、春休みも終わったのにすいませんね、忙しいところ、はい、学校で、はい、なのでめぐちゃんの質疑応答っていうすごいコーナーを今からやります。めぐちゃん、いっぱい質問どうぞお願いします。はい、じゃあまずね、 S 席の方ね、
じゃあそこのみそこさん。みそこさん、どこどこみそこさん。カメラが、はい、カメラをねちょっとインアウトちょっと変えます、はい、あ、めーちゃん。あ、みそこさん、声が聞こえます。でもお顔見えない。あ、お顔、お顔じゃあここ来てくれば僕カメラ切り替えますけどね。どうやんだこれ、カメラ切り替えるよね。カメラ変えるでしょ、はい、これ会場映るでしょ。あ、めぐちゃん会場見えてる。会場、はい、会場見、うわ、いっぱい人がいる。人がいっぱいいる、はい、あ、みそこさん、あ、こんにちは。こんにちは。なんか質疑応答ありますか。質疑応答、質疑応答。え、今日は、今日は朝ごはん何食べましたか。すごい技術的な質問きた。朝ごはん、あの昆布の、昆布のおにぎり食べました。昆布のおにぎり、渋いですね。もう渋いな。美味しい。どうしよう。はい、じゃあもう一人二人ね、せっかくなんで、たくあん、たくあんっぽい服にします。あ、たくあんっぽい服なんですね。あ、なるほど。嬉しい。おしゃれですね。ありがとうございます。はい、コーディネートが、はい。はい、いつも、たくあんコーデ。いつも楽しく見てます。めっちゃ上見てるんで、バーチャルデスクトップが上にあるんでしょうね、これ。浮いちゃう、ごめんなさい。こっちか。はい、ごめんなさい。パソコンが映ってる、ね、あ、見えました。あ、見える見える見える、はい、いつも楽しく見てます。今日、愛花ちゃんとか、あ、愛花ちゃんいるんじゃないですか。安尾さんとかも、あの黄色い服を着てくれてるの。じゃあ愛花ちゃんどうぞ。どうぞ。愛花ちゃん、せっかくなんでちょっと S 席の方をね、 S 席の方、あ、いっぱいいる。 S 席じゃないんですけど、ごめんなさい、はい、めぐちゃんだー。、はい、めっちゃ嬉しいです。中が出ちゃったんですけど、質問って私ちょっとあんまり今こう思いつきで、はい、しかもちょっと配信しながらなんですけど、はい、ごめんなさい。なんですけど、なんか扇風機の要望があったっていうね、なんか話が五郎丸さんからあったと思うんですけど、めぐちゃんがなんかあのルナちゃんみたいに食レポしたいみたいなのってこれからなんかありますかで、めぐちゃんに聞いていいのかな。質問でいいのかな。で、そしたら五郎丸さんたちは実装できるんですか。今いればできますよ、多分。めぐちゃんなんかよ、ノート言えない状況ですね、これ。食レポ。食べたい、食べたい。あいつ食べれないから、まあね、ルナちゃん食ってたからな、うん、そうですね、ピザ食えるから、いいな、移植しよう。まあアイスとか食えるようにしましょうか、ね、アイスが食べれる。一生アイス、一生アイス、一生アイス。かわいい。ありがとうございました、はい、あと2分、あと2分、急いで、急いで、あと2分来ちゃった。はい、じゃあもう、まあ、後ろの方、じゃあ、はい、さっきから元気よく手を挙げてる方に、まあ、じゃあこれ最後ですよ、はい。ダメだダメだ、普段全くキモいとか言っときながらこうなると何も言えないです、まあ、あの毎朝見てます。ただのキモオタが来た、はい、ひどいです。今すごい盛り上がってると思うんですけど、バーチャル YouTuber いろいろな方がまあなんか武道館でライブしたいとか、こうみんなのつながりたいとか言ってるんですけど、めぐちゃんのなんかこれからやりたいこととか、まあ、夢とかっていうのは何がありますか。私はこれから、はい、ちょっとカクカクしてますね、はい、私、初音ミクちゃんがすごい大好きで、はい、あのすごい憧れの人なので、はい、初音ミクちゃんみたいにあのマジカル未来みたいな感じで、すごい大きいマジカルメグか、マジカルメグマジメグ歌ってみたいね。あ、じゃあもういずれ武道館で2人のライブが見れると。2人のですね、2人コラボ、コラボライブが。あ、権利処理大変だな。はい、ありがとうございます。絶対見に行きます。 あとね、あと1分、はい、1分なんで、じゃあこれでちょっと締めますかね、はい、めぐちゃんありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます。バッテリー、あ、それ あ、ごめんなさい、バッテリーがのせいだ、フレームレートが低いの。すみません、なんかひどい落ちたな、これ。大丈夫ですか。ひどいな、顔隠しちゃってる。ごめん、もっともっと早いですよ、多分バッテリーがね。なんか 低消費電力モードになってた。すみません、ありがとう、おつめぐ、おつめぐ、皆さん、もういつもありがとうございます。今日もありがとうございました。じゃあね、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、はい、ありがとうございました。すげえ、はじくね。ちょっと待ってください、あの最後に、シフトFOで最後にね、はい、じゃあちょうどいい時間になりました、あれ
持ってくれ俺のバッテリー頑張れ、やべえ終了はい、じゃあありがとうございましたなんかルナちゃんみたいな盛り方ありがとうございました、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 はい。